ようこそリーダーの挑戦へ。この番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をゲストとしてお迎えし、5つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていただいて考えています。今回のゲストは株式会社ポーラ代表取締役社長の及川美樹さんです。 上川さんどうぞよろししくお願いします当たって砕けてまた当たる感じが多いんですけど,ど、うん、対話の中から答えを見つけていくなるほど作りたい世界があったら、はい、そこをイメージしながら、うん、まあへこたれずにで信頼できる人を巻き込んでいくっていう、うん、果たして。 私たちは世の中に必要とされる会社になれるのだろうか、うん、必要とされる組織でいられるのだろうかっていうことを同時にやっぱり突きつけられるわけです、ねはい、もう一人の私がメタ認すね。っていう言葉をよく言っていて、うん、この扉開けたいこの扉越えたい、うん、この世界に行きたいっていうことをまず言うっていうことがすごく大事なんじゃないか。 ようこそリーダーの挑戦へこの番組では僕は最も尊敬するリーダーの方をゲストとしてお迎えし5つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていたいて考えています今回のゲストは株式会社ポーラ代表取締役社長の及川美希さんです及川さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします及川さんは1991年東京女子大学卒業後ポーラ化粧品本舗現ポーラ入社埼玉エリアマネージャー 商品企画部長を経て2012年に執行役員2014年に取締役に就任教育マーケティング商品企画営業など化粧品事業のバリューチェーンを全て経験し2020年代表取締役社長に就任されました一つ目のキーワード能力開発についてお伺いしたいと思います。 及川さん、どうやって能力を鍛えてこられたんでしょうか、はい。ありがとうございます。あの、私、多分、あの、自他ともに認める実務家なので。うん、割と実践で鍛えてきたことが多かったと思います。うんうん、まあ、割と若い時代に、あの、まあ、販売の。 に近いところに行ってましたので、うん、えそこでもうとにかく現場100回じゃないですけど現場を回りながらさまざまなことを学び、うん、あとは何か突然あの全く未経験の部署に移動することも多かったので、うん、その移動の中で「わ、うん、これ初めて!」みたいなことをとにかくバタバタ学んで身につけていったという形ですね。まあ一生懸命、はい、その現場でで実践されてこ いろんな方から、はい、まあ指摘されたりとか、はい、まあしまあ下毛綺麗されて、下毛綺、はい、で、そしてコーチングを受けたりとか、はい、で、まあ上司から言われたりとか、はい、そういったことが一番大きかったっいうことですね。そうですね。割とあの、うん、あのポーラの場合は個人事業主の方と契約をして仕事をしてるので、個人事業主の方ってやっぱり自分にとって、うん 有益なこことととををやっってててくくくれる人かかどうかっていういすごくちゃんと見極めてくださるんですねうん、うん、別にそれは金銭的なことではなくてうん、うん、正しいことを正しく教えてくれるかとかうん、うん、遠慮しないで言いにくいことをちゃんと言ってくれるかとかうん、うん、そういうことを見た時に「うんうん、及川さんあなたの言い方じゃ私たちは全然成長できない」とかうん、うん、はっきり言われるとうん、うん、じゃあ人を成長させるあるいは事業を成長させるってどういうことだろう,うん、うん、もしかしたらハードな提案をしなきゃいけないんじゃないか。うんうん、あるいはオーナーナがどんなに年上な方 でもこれはやってはいけないっていうことはきちっと指摘しなきゃいけないんじゃないかみたいなことを、うん、まあ次から次へとやってくるわけです、うんうんうん 有益なことをするとあなたのおかげで成長できたって喜んでくださるし、全く役に立たないと担当者変えてくれってはっきり言われるし、まあそう若い自分はそういう中であの商売とはなんぞやあるいはあの事業を成長させるとはなんぞやっていうことを実践地で学んでいったという形ですね。そういう時に書物に頼ったりとかあるいはセミナー行ったりとかそういうのはされたんですか？はいもちろんあのそれは今に至るまでなんですけど、やっぱり困ったら本を漁るっていうのはなんかいろんな人が経験したことが書い てありますよねで会は一つじゃないっていうことも含めて自分だったらどうだろうっていうことを本にあの頼るとでえっ、ー、と当時は私はあのまだ若い頃は youtube みたいなものもなかったのでやっぱりセミナーに行く研修に申し込むみたいなことをそれこそグロービスさんもそうですけどあのやっていくっていう形です子育て中に1回パタッと途切れるんですよどうしてもそれができなくなっちゃう時期があったんですけどでも今に至るまでそこは なるほどそういったその、まあ、実際やってみてうまくいかなかった、はい、あるいはいろんな指摘を受けるいろんな知った激励を受けるときに。 そうやって自分で改善するともに本を読みながらどうやったらいいのかを考えて自分の頭で考えてわからない部分をその本の中で学んでセミナー行ってヒントをもらってどんどん改善していくそういったプロセスを経たそうです客観的な第三者の意見を求めるという形でさまざまな人に会いますよね例えば仕事で失敗したりあるいはなんかちょっとあの耳の痛い指摘を受けたりするときに人間なんで最初カーッとなって変な話なかなか自責になれなかったりするんですよこれは環境が悪いからとかこれはタイミングが 悪かかかったらとあの人が分かってくれないからっていう時にやっぱりちょっと冷静に本を読んだり客観的な視点を持ったどなたかにあの話を聞いてもらったりするとあ確かにそれは私ににはもうう少し学ぶべき余地があるなっていこと気づく一方でそういったアドバイスを受けるとみんなが違うこと言ったりしますよね A さん B さん C さん全部違ったこと言ってどれを実践する意味かわからない。 ととうも結構多かった思んですでもその時はやっぱりおかげさまでそうやっていろんなことを言ってくれるとメタ認知できるんですよね A さんの意見 B さんの意見 C さんの意見じゃあ私はどれを取るっていう形でちょっと客観的な自分をそこに置きながら今私がすべき決断はこっちだあっちだみたいなことは自分のんて言うんでしょうね将来作りたいイメージに合わせて決定していく形です。 かなり早い段階からそういったメタ認知さまざまアドバイスを得る理論を学ぶその中で意思決定をしていくそして将来見据えた方向性に関して考えるということはかかなり早い段階らされた大学が文学部だったからなのかわかんないですけど結構小説を読んだりとかそういう歴史的な伝記を読んだりするのが好きだったものですから3年後今日のこの私のやってる行動を見たらどういう判断を下すんだろうみたいなことはでもそれって。 なかなか冷静じゃないとできないので、うん、まず冷静になるために本を読む。なるほど。うん、そういったその実務的な本と同時に小説も読まれたもちろんあのもうまあ文学部出身ということで小、はい、小説も読みますし、うん、あの詩集も読みますし。なるほど。はい、そう考えるとその、まあ、人生の中の及川美ミキっていう主役のストーリーを自分で書いて三年後にどうなっているかを自分が、はい まあ作家としてどう描いているか、はい、っていう形でメタ認にすることもあるという感じのもありますね。ただそれはあのすごく10年とか30年とかは描けないので、まあ今日ここで落ち込んでる自分が次に立ち上がるのか、はたまたこのままがっかりして、うん、あの落ち込んだまま行くのか。さあ答えはどっちってなったらもう立ち上がる方が。 あの3年後の自分はっ、OK、って言って言るじゃないですか、うん、なるほどメタ認知する力が、まあ、小説の力もあって文学の力もあってそれがストーリー的に展開することを言ってこられたということだと思うんですが<っ>その能力開発の時期として、はい、まあ実務家としてどの時期が一番伸びたの成長的なって、ね、思,思いもよらない部署に移動した時ですよね社内転職に近いと思うんですがそういう意味では。 まあ、例えば、マネージャーになった時ももちろんそうなんですけど、うんうん、一番は私、あの。えっ、ー、と、埼玉地区を任されて、はい、ずっと、あの、ポーラの販売現場のサポートをしてたんですけど。うんうん、ある時急に、商品企画部長をやれと言われるんです。うんうん、そうすると、自分の得意技じゃないもので、部門を率いなきゃいけない。部下の方が、スキルも、うんうん、あの、能力も、うんうん、えー、知っている知恵も高いっていうのが。 つあってそれがまず個ともう1個はその化粧品商品企画部門をやってたあの時にいきなりファッションに移れと言われた時にファッション赤字そっちの方がきつかったですかね赤字事業だしファッション下着とかアパレルをやるのと同時に展示販売みたいなこともやってるんですね宝飾品とか着物とかこの事業をどうやって運営していこうかって知らないことばかりなので。